カンボジアにはとても長く悲しい歴史がある。数百年にわたる隣国との戦い、植民地支配、ベトナム戦争、そしてポル・ポト派による大虐殺。人々はそうした戦いの渦に巻き込まれ翻弄され続けた。救いが一つあった。それはタイガ、メコンの存在。雨季になるとメコンは増水し、栄養分をたっぷりと含んだ濁流が土地の活力をよみがえらせる。そうして人々は田畑から豊かな恵みを得ることができた。長く悲しい歴史を超えて今を生きる人々、カンボジアは僕に何を見せ、何を教えてくれるだろう。その国の文化に触れる。その国の歴史に触れる。人々の暮らしに触れる。味や匂いに触れる。その国の本当のことはその国でしか見られないし感じられない。だから僕は旅をする。Thank you.